おい、わこつ、もののへくすどんさんいらっしゃい。便所太郎さん優しいね。ごねたらなんとかなったっていう。便所さんの優しさに感謝ですね。ごねてみるもんですね。ごね毒です。はい。あ、でも嬉しいですね、ほんと。ちょろっとでも。やっぱ僕らみたいな、過疎配信者は、ほんと、このイベント夢見てるんで、便所さんの計らいに本当感謝します。便所さんありがとうございます。嬉しいです。本当にありがとうございます。調子はどう？ワドツ。あ、ブハいらっしゃい。ちょっとね、風はどんどん悪化しますね。ちょっとやばいかもしんない。今日も仕事だから行ってくるよ。今日何曜日だ？今日金曜日か。また日曜日練習、最後の練習があるんで。仕事行ってきます、これから。9時半ぐらいには放送出るんで、1時間ぐらい放送しようかなと思ってるんで、よろしくお願いします。ラジオ放送でちょっと申し訳ないですけどね。風呂上がりですね。便所太郎さんの放送を見ながら、お風呂入ってました。でも、あれだね、なんか便所太郎さんが言ってる、全ラウンド、全試合は1ラウンドとかは放送途中まで流して、途中観客席で「おお！」とか「パンチ入った！」とか、そういうのは盛り上がるんじゃないかな。すごくいいなと思ってて。俺ら配信で和道の勇姿見れないな。 1ラウンドで倒せばいいんでしょ、簡単な話。1ラウンドで倒したら結局全部見れちゃうから、放送事故的に強くなればいいんでしょ。 1ラウンド KO。 そしたらさ、あ、カメラ切り替えるの忘れてたって言ってさ、そっちの方が盛り上がらない？なんか1ラウンドで KO を取ろうっていう選手、もう1ラウンドからみんなしゃかりきになるでしょ。様子見のラウンドがなくなるから。まあ本当はね、3ラウンドの試合なんで、様子見はもうないけど、本来であれば。そこはね、結構面白いと思うんだよね。いや、でもやる気出ました、本当に。ありがとうございます、皆さん。便所太郎さんにもともと全然立てつく気はなかったんだけど、やっぱりさ、目立ちたいっていうのは本心だから、ちょっとごねさせていただきました。はい、そこを汲み取っていただける便所太郎さんのね、器に感謝しますよ、本当に。ね、本来だったらさ、便所太郎さんの権限で何でも決められるんだからさ、主催なんだから。いや、俺は別にお前を移すなんて言ってねえよってさ、最初からそういう約束じゃんで、済む話じゃん。だけど、分かったよ、つって、目立ちたいんだな、つって。場儲けてやるよって言ってくれるのはすげえ優しいじゃん。配信では、ファーストカードとラストカードのみ。いや、わかんない。それはだから、便所太郎さん、これから決めるんでしょ。ただ今、考えてるのだと、1ラウンドは全中継して、あとは実況席に回るみたいな感じで言ってたけど、まだ確定ではないでしょ。ただまあ、配信ちょっと出させてくださいよっていうのは、汲み取るよって言ってくれたから、そこは無視しないと思うよ、便所太郎さんは。優しい人だから。それさ、家族がさ、目立ちたい、チャンス欲しいっていうのはよく分かってる人だから。だから、どこを映す、どこを映さないっていうのは、便所太郎さんこれから決めて配信で言っていくんだと思うけど。いや、俺もドレさんも、みやびさんも出たいでしょ、チャンピンも。命張るわけだから。昨日そう言ってたから、全中継でお願いしたい。そう。それで、俺がちょっと今朝、便所太郎さん電話して、ちょっと移りたいんですけど、つって、ごねさせてもらったら、わかった、つって、今検討するよって、考えてくれてるから、便所さん。そう、汲み取ってくれてるから、俺らのこと無視してるわけじゃないからさ。それだったらさ、残りは DVD で見ようとか、DVD じゃない、 YouTube の動画で見ようってなるじゃん。余計楽しみになるじゃん。あ、ワドどうやって買ったんだろうとかさ、ドルさんどうやって買ったんだろうとか、なると思うからさ。楽しみが増えていいと思うよ。柴田席設けてくれん、シアター席？シアター席って何？鉄沼さんいらっしゃい。どうもどうも。でもさ、なんでごねたかっていうのはさ、ちょっとあって、まあ自分放送されると思ってたっていう部分もあったんだけど、やっぱ支援受け取ってるから、グローブとかさ、
キックとかさ、なんだ、フェイスガードとか全部この機材俺の金で買ったわけじゃなくて、リスナーさんからの支援でさ、その、なんつうの、俺会場行けないけど、その放送楽しみにしてるから練習台に使ってって言われてるから、先ほどね、今月やめますね。うん、のりちゃんいらっしゃい。今月です。月末まで働きますよ。今日も仕事、これから。だからやっぱその人たちにも放送1ミリも映りませんでしたはちょっと申し訳ないなと思ってるから、うん、ね、練習配信たくさんの人に見ていただいてるし、てか会見見てたんだけどさ、あのドレさんの人気やばくない？なんかドレさん女の子にすごい人気出てるよね今。なんか何なんだろうね、ドレさんの評価がすごい上がっててびっくりしてんだよね。イケメンだからね、もともとね。あー目が。あとは旅配信だな。旅配信1万人やっぱきついよって、ぜ無理だよってみんなに言われる。昨日話したんだけど、ちょっと相談乗ってもらったんだけど、ヒカルくんとかジャンビンとかにも旅配信のノウハウを教えてって言って、便所さんにもアドバイスもらって、旅1万人リアドつ延べとか言って、合計数なのっつって、1人1カウントなのっつったら、1人1カウントですっつったら、えーきついぞっつって、うん、な、あの終わらないよ旅って。旅配信、今回の旅配信と捨て頃で俺一皮むけたいからさ、配信者として。だって俺らこれしかないじゃんもう。要はさ、ドブネズミだと思ってるから自分のこと。ねなし草とかドブネズミみたいなもんなんだからさ、俺はこのチャンスつかみたいよねやっぱり。あ、ちなみになんだけど、捨て頃のさ、楽屋の風景みんな見たくないですか？楽屋の風景でどんな会話してるとか、どんな感じの顔してるとか、興味ある人いたら、もしみんなが見たいっていうのであれば、楽屋の撮影 OK もらってるから、楽屋？ YouTube にアップロードしようかなと思ってんだよね。そしたらさ、あ、試合勝った時のリアクション、負けた時のリアクションとかさ、その普段見れない、みんなが見れないのを見れるのが生放送の面白いところだから、リクエストあったらちょっと、特に配信喋るわけじゃないんだけど、動画 YouTube の動画でなんかオフレコ配信みたいな感じで、そしたらね、楽屋一緒の人とかともトークもできるし、うん、そういう感じでアップしようかなとか思ってんだよね。楽屋で一体何があったんだみたいな。新しいフォロワーさん、2丁目のごまちゃん、フォローありがとう。フォローありがとうございます。キャプタインカッチさん、リータンリードさん、クソさん、デスパイネさん、ユッキーさん、エルさん、オバマさん、フォローありがとう。うん。見たいよね。そんな気持ちの余裕あるんか？ないよ。ないけど。そこは配信者だから、気持ちの余裕はないっすよ。だけどさ、やっぱみんなが見たいのってリアルだと思うから、俺はその彼女と別れる時も何の時も全部、クソかっこ悪いところも配信載せるっていうのが配信の面白いところだと思ってるから、だから何でも載せるたいなとは思ってるよ。何でもみんなが見たい、本当に見たいものを、リアリティを追求したいと思ってる。うん。なんか、そう、作ってないじゃん。作れないじゃん。演技とか言う、聞かないじゃん。YouTube にアップされるの嬉しい。じゃあ、撮ろうか。うん。じゃあ、撮るよ。多分、俺とドレさん同じ楽屋になるはずなんだよ。多分ね、俺の予想なんだけど、ヒカルくんとパルパルとチャンピンは対戦被ってないから、この仲良し3人組同じ楽屋になるじゃん。だって、俺とパルパル同じ楽屋になったら喧嘩するから。で、そういう風に考えると、ドレさんは俺の楽屋だから向こう側にみやびさん入るでしょ？そうすると誰だ？対戦カード。パルパル。ナーボーはずっと向こうにいるからナーボーでしょ？ヒカル、セブンさんが俺の楽屋になるのか。多分。多分そういう流れになると思うんだよね。だからなかなかね、
見れない。俺とドレさんの、なんかこう、ワド、こう来たらこうやれよとか見れるんじゃない？楽屋の中のシーンで。だけど、テルチャンピンに会ってよかったな。相当気合入ってた、テルチャンピン。体格も確認できたから、ああ、ここがすねの位置で、ここが膝の位置で、顔の高さはこれぐらいっていう。実はね、練習の時に、ドレさんとかとやってるから、でかいんだよ。だから体格の確認ができなくて、身長は俺と全く一緒だったから、すごい良かった。あ、ここ、こういう、これくらいの足の長さだなとか、腕の長さ、リーチ俺の方が長いなとか、実はね、ずっと見てたんだよ。じろ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 、チャンピンの体見てた。ホモ、傍から見たらホモ野郎だよね。傍から見たらホモ野郎だよ。ずーっとチャンピンの体見て。ああ、つって。そんな感じだったよ。今日は。昨日か。昨日はそんな感じだった。試合を放送しないことについてどう思いますか？あ、いや、違うよ。今日の、弁当太郎さんが枠開いたのは、俺が放送、試合で放送してっていうのがきっかけだったのよ。要は、俺がごねたんだよ。今、弁当太郎さんが、じゃあ、ワドーも移してあげるよって言ってんのは、それなの。俺が、今朝、ごねたの。あつしさん、おはよう。ハートありがとう。アイテムありがとうございます。そう。だから、まあ、ちょろっと移してくれるってよ。バドーさんのセコンド、俺のセコンド、ロハコさん。だからね、試合展開としてはこうなる。ラウンドワン、ファイ！カン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 ！セコンドに帰ってください。バドーさん、今のパンチすごく良かったです。あ、お水飲みたいのに今待ってくれるバドーさん。僕は転換を持ってるので、ペットボトルの蓋開かないな。あ、どうしよう。あ、ワトさん、水は諦めてください。あ、ワトさんのフットワークなかなか良かったので、ちょっと待ってください。ワトさん、応援しますね。ちょっと待ってろ。今、すごい力が出てくるから。セコンドアウト、ファイ！こういうのが見れますね。こういう試合展開になります。ロハコさんが来るから、俺のセコンドには。暑いでしょ。ロハコさん見たいでしょ。そういうとこ、セコンドは一番もう手厚い感じにしてるから。便所さんの放送したくないって何が狙いなんですかね。あ、いや、狙いとかじゃなくて、やっぱりスポンサーさんとかと話し合いの中で、やっぱ価値をつけようってことなんじゃないかな。便所さんが放送で言ってるまんまだと思うよ。お金払ってきてくれた人が、あ、見に来てよかったっていう感じの、試合展開にするんだと思う。そう、初見さんいらっしゃい、みーこさん。そう、だからセコンドはロハコさんなんですよ。もしよかったらフォローしててください。6月10日、試合に出ますんで。よろしくお願いします。赤と白の革ジャン着てた、おっさんです、僕が。和道です。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。ああ、風邪治んねえかな、本当に。日曜日の練習できてねえかんな、今週。やばいよ、風邪っ引き。大好き。大好き。便所さん大好き。宣伝いいが遅刻すんのよ。はい、頑張ります。はい、そこは皆さんよろしくお願いします。頑張ります。まだ便所にこびてきてる。気持ち悪いって言われてるぞ。いや、こびるでしょ。俺は映りたいんだよ。俺は放送ね、何万人も見る中で目立ちたいんだよ。目立ちたいから生主やってんだよ。そのためだったら俺は便所さんに体を売りますよ。放送したとしても画像的なものは大丈夫なんでしょうか。画像的なものってどういうことだろう。どういうこと？画像的なものっていうのは。どういうこと？ナチュラーレさん。
え、なんか問題あんの？風ちゃんと直しな、試合当日、10カウントゴングになっちゃう。いや、これね、1ラウンドも戦えないぐらいね、肺がやられてる。ちょっとまずい、今のままだと。戦えないですね。この前放送してくれるって言ったのに変わったのが残念。いや、放送してくれるってよ。うん。ちょろっと映して、放送、客席とかにカメラ回すみたいな。だから映像では見えないんだけど、声とかでわかるみたいな。あ、パンチもらったとか。いや、石川紀之さんの顔になるってことね。画像が綺麗で見やすいのかなって。あ、どうなんだろうね。そこは俺の放送枠じゃなくて、便所太郎さんがツイキャスで回すから、そこのね、機材関係のことはちょっとわかんないかもしれない、俺は。そのテレビみたいにはならないよ、やっぱり。な、回線の具合とかもあるし、ね、サーバーの具合とかもあるから、そこはごめんね、俺わかんないわ。うん、映像は、だから1ラウンドだけとか、いいところまでは、見れるけど、続きは動画で見てくださいっていうスタイルでやるっていう。うん、だけどいいじゃん。試合会場さ、ハンディカムとかだったら動画撮影 OK で YouTube 上げていいよって言われてるから、のんたんとか、たくみさんとかレクチとかに撮影してもらうよ。映像にカメラが入るから綺麗だと思う。いや、そんなことないよ。カメラの機材がいいとは限らないんだよ。例えば、俺が使ってるロジクールのカメラって、フルハイビジョンっていう、要は、テレビでも、フル HD って呼ばれてるやつあるでしょ。フル HD って一時期流行ったな。あれ結構画質いいんだけど、その画質が回線が追いつかないから、そうだね、スマホ画面ぐらいの高画質に切り替えてるんだよ、俺らって、実は。本当はテレビぐらい、テレビのバーンっていうモニターぐらいの大きさで、超綺麗な画像を映せるんだけど、それをね、回線が弱いから、画質を落として、スマホで見たら綺麗だなっていうぐらいになってんの。そう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 。だからカメラの機材がいいからって問題じゃないんだよ。そう。のんたんより戻した。うん、分かれたままだよ。メンドさんがワドの使ってるカバンがかっこよくていいなって興味持ってた。あ、あれ結構いいカバンですよ。俺が使ってるの6万ぐらいで、ヘルツって言って、全部フルオーダーメイドなんですよ。注文したら一個一個手作りして、しかもね、例えばストラップを肩掛けにしたいとか、リュックサックにしたいとか、全部対応してくれんの。例えば、革俺真っ赤で作ったんだけど、黒と赤のツートンとか、全部対応してくれる。渋谷ヘルツっていうメーカーですね。そう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 。渋谷ヘルツ。うん。あれね、ここなんで有名かっていうと、もう3、40年手作りカバンの日本の老舗の会社で、カバンではね、もう日本でね、5本指入るぐらい有名なんだよ。吉田カバンとかと同じぐらい。だから結構20年持つって言われてるカバンなのよ。カバン業界で一番タフなカバン。ただね、本革のカバンで、本革で布とかを一切使わないで、革のみで作るのね。だからね、重たいんですよ。僕のカバン2キロあるの。何も入れてなくても。事故怖いっすね、ちょっとね。俺も、練習で怪我いっぱいしてるから、ちょっと怖いね。だから、下手なブランドのカバン、例えばね、6万円だとね、どれくらいだろうな、ダンヒルとか、ランバンっていうメーカーのカバンとか、を買えるんだけど、そういうね、ブランドのカバンよりも、物が良くて、なんつうんだろう、いいもの、職人さんが作ってるっていう。吉田カバンちょっと悪くなったよね、最近ね。そう、吉田カバンが良かったのって、もうほんとね、6年、7年ぐらい前までがピークだと思ってる。もう百貨店とかで並ぶようになったのはね、ちょっと良くない。昔の吉田カバンが俺も好きだったね。そう、ポーターね。吉田カバンは、だからもう俺買わないね。っていうか、バッグは買わない、もう。そのヘルツの今持ってるカバンを一生使おうと思って、それで6万円だったら安いだろうと思って投資した感じだから。そう。でも結構ね、リスナーさんでも、和道のカバンのメーカー、同じの欲しいって言って、女性用のやつもいっぱいラインナップあるから、もう、なんか世に出てるカバンの、そのカバンだけではきつくない。もう一個カバン持ってくね。リュックサックと、このカバンで行く。二つ持ってく、俺は。キャリーケースも買ってもいいかなとも思ってるし、ちょっとね、荷物に関してはもうちょい考えてるよ。
このカバンは普段用にも使うけど、もともと仕事用のカバン持ってなかったから買おうと思ったのがきっかけだったから。雨降った時のカッパとかある？いや、雨降った時は配信できないから、そもそもが。だから屋内に逃げるよ、それは。もう配信は雨降ったらアウトなの知ってるじゃん。機材がパソコンやられちゃうから。旅配信の時前回それで結構苦労したからさ。うん。ていうか、ドレさんの人気やばくない？最近。なんかツイキャスの記者会見でさ、ドレさんすごい囲われてたよね。筋肉すげえとかさ、めちゃめちゃ注目されてて笑ったよ。ドレさん人気すごいね。ロハコさんの人気もすごい。ありがとうございます。僕は暗黒ナンバー2なので人気者ですね、はい。ロハコさん最近会ってないな。ロハコさんに会いたいな。ドレさんの配信機材悪いから画像悪い。いや、配信機材悪くないよ。あの、なんか配信機材変わってるよ今。昔の放送なんかドレさんの見れたもんじゃなかったよ、本当に。じゃあね、ドレさんね、パソコンとかスマホとか使い方がわかんないから、機械音痴だから機材を使いこなしてないの。あの、今度の練習の日曜日の時に、もしかしたらドレさんの家行くかもしんない、俺。あの、マイクの設定とか全部やってあげようと思って。コンデンサーマイク持ってるのにもったいないよ。すげえいい機材持ってるから、ドレさん。いいよなぁ。配信機材支援してくれる人とか出てきたんだもんね。外配信？あ、多分ね、回線の設定とかがうまくできてないんだと思う。機材はね、整ったらしいよ。ノルさんからそれ聞いた。機材は、あの、いいの。手に入ったって。だ今までの配信さ、あの、音が途切れて、映像も途切れてって、もう、ひどかったもん。パソコン。なんだっけな、2ギガとかなんだよね。2ギガとかのやつなんだよ。とんでもないパソコンで配信してたんだよ、今まで。多分慣れてないだけだと思うよ、そこは配信者の使い方。機材の使い方に慣れてないだけだと僕は思ってますね。iPod。あー。iPod でデザリングだ。あ、わかったわかった。なるほど。ちょっとそれ確認しとくわ。うん。配信歴すごい長いよ、ドルさん。俺はね、俺の配信歴は3年と8ヶ月かな。今4年目、今4年目の配信者です、僕は。ドルさん、電波ブスなのが痛いよね。でも、電波なんであんなプスるんだろうな。そんなにね、悪い。なんだろう、設定だと思うんだよな。回線の問題じゃないと思うんだよね。多分、あの、画質が重すぎるとか、なんか変な設定してるんだと思う。っていうかね、あの、多分ね、アプリの中に高画質設定っていうボタンがあるんだけど、それを押せてないと思う。結構裏コマンドっていうか、潜っていかないと、あの、ここクリックして、ここクリックしてってやんないとできないから、その辺に慣れてないだけだね、ドルさんは。きっと大丈夫だと思うよ。なんとかなるっしょ。
でも俺としてはね、昨日ね、結構ね、古いリスナーさんが戻ってきたりとかして、なんか結構昔から見てた人が戻ってきてくれてるから嬉しいなと思って、試合では爪痕残したいですね。いや、チャンピンの顔が良かったよ、すごい。俺のこと殺す目をしてたよ。もう喧嘩だっつってた。喧嘩で行くっつって、結構いいファイターの目してたから、練習しなくても、俺練習しないとまずいなと思ったね。これはもうテクニックじゃなくて気持ちだっつって、もうゴング鳴った瞬間に攻めるって言ってたから、俺のこと殺す気満々だったよ。余裕だっつってた。どんだけ鍛えてもいいっすよっつって。ファイターの顔だよ、ファイターの。まあ試合で勝たなきゃね、評価されないからね。いくら練習したってダメですよ。いくら練習しても意味なくて、やっぱりその、なんつうんだろうな、みんなが見たいのは勝つところじゃん。わかんないけどね、負けるところかもしれないけど、ガチの殴り合いですよ。青山スタミナがないから速攻で来る感じだよね、練習見た感じ。いや、スタミナは俺よりあるよ。もともとね、サッカーずっとやってたから運動神経はいいし、スタミナはあるんだよ。大丈夫だよ、そこは。俺の方がスタミナはない。それでもなんとか3ラウンドはいけると思うんだよね。3ラウンドしんどいよ。一回やってごらん、部屋の中で3分間タイマーつけて、もう思いっきり振りかぶるの。パンチをずっと打ったり、キュッ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 動いてごらん、3分間部屋の中で。多分1分動けないと思うよ、運動やってない人は。それくらいきつい。この格闘技イベントが始まるきっかけは、金梅さんとセブンさんの遺恨？うん。もともとユイガさんが、便所太郎さんに、決闘を申し込んだっつうか、俺強くなりたいから、ちょっと配信の企画で、便所太郎さんにチャレンジするっていうチャレンジ企画をやらせてくれと。で、じゃあリング用意してやろうってなったの。だから、ユイガさんと便所太郎さんだね。でも、便所太郎さんに昨日聞いたら、3年前からこの格闘技イベントはやりたい企画だったらしいよ。青山和道もどっちも好きだからめっちゃ楽しみ。複雑だよね。どっちを応援した、すればいいんだろうっていうね。でね、自分の推してる方を応援してくれていいよ。試合が終わったらさ、俺別に青山仲いいし、あいつ好きだから、あいつのさっぱりしたところとかさ、優しいところとか大好きだから、俺はね、試合が終わったら仲良くっていうのは、試合まではもうお互い殺す気でやろうぜっていう感覚。もう本当に、もうお互いバッチバチに殴り合おうと思ってるからさ。その辺はよろしく頼みます。徹底的にやります。まあ、絶対に死ぬことはないと思ってるから。あ、弁論太郎さん言ってたよ。今回の試合ドーピングありだって。いや、テルの方が歌はうまい。俺生で聴いてるから。初めて絡んだ時は一緒にカラオケ行ったんだよ。顔が面白いとかやめてください。あ、でもね、配信者って顔の面白さっていうか、インパクトのある顔かどうかってすごい重要で、顔がでかい人の方がね、やっぱね、配信映えしますよ。パルパルは知らないな。別に他の選手のことは全然興味ないし。パルパルが来るか来ないかはパルパル次第だと思ってるね。金梅のドーピングビール、いや金梅さんすごい痩せてたよ。体重落ちてたね。やっぱ体気使ってたね。ご飯一緒に食べ行こうってなったんだけど、金梅さんだけ俺飯食えないからって言って、ごめんねって言って、そう今食事制限かかってるから、体気使ってたよね。申し訳なかったよ、本当に。ちょっと体調はやっぱり悪そうだったね。闘病中ですよ。本当病気と戦ってる。金梅さんは。金梅出落ち臭いな。
いや、でもやる気は全然満々だよ。試合楽しみにしてるよ、銀杯さあれでしょ？確執があるのはヒカルくんとセブンさん、本当に仲悪いらしいよ。で、どれくらい仲悪いかっつったら、なんか囲いとかが乗り込んできそうな勢いなんだって。それくらいなんか揉めてるらしいよ。だからどっちかが負けたらこれ、さらに遺恨が残るんじゃないかみたいな。だから場外乱闘とかすごい気使ってたもん。ういた、達彦さんいらっしゃい。達彦さん、どの席取ったの？一般席取ったの？何席取ったの？達彦さんは。俺、セブンさんと絡みないからな、あんまな。まあ、全然わかんないけど、ツイキャスも見ないから、どういう風な確執があったとか知らないしさ。今回だからね、ふわっちの配信者、俺と青山ぐらいか。チケットか、え？嘘。え？買えなかったの？ウケる。マジで言ってんの？マジかよ、達彦さん来れないの？え？マジで言ってんの？え？朝10時に買わなかったの？マジか。ショックなんだけど、俺、達彦さんにめっちゃ見てもらいたかったから。ダメでしょ、10時に買わないと。45分で完売だからね。ウケるわ。ヤフオク転売出るかな？どうだろうね。ドンさんいらっしゃい、ワドツ。転売ね。いや、みんな見たいでしょ、これは。多分、でもね、笑い話だけど、みんな言ってたよ。これ、ダフ屋発生したら儲かっただろうねって言って。いやー、泣くそうなぐらいっていうかね、俺は、達彦さん来るもんだと思ってたから、いや、ダフ屋はいないいないいない。でも、ダフ屋が発生してもおかしくなかったねっていう笑い話はしたよ。だって、45分で完売するってさ、まだまだ買いたい人いっぱいいるってことじゃん。これ多分500席でも埋まったと思うよ、俺。500席で埋まるか埋まんないかぐらいはあったと思う。香川万博超えはしたでしょ？香川万博250だから。青山と和道さんの試合が一番楽しみです。ああ、ありがとう。頑張ります。青山、あれですよ。すごい気合入ってたよ。ただね、体重だけが気になるかな。青山、飯半分しか食えてなかったし、一緒に飯食い行った時。飯が食えてないのよ。で、体重も57キロまで落ちちゃってるから。野外で露店出たら儲かるぜ。だろうね。なんかポップコーンでも、なんかドリンクでも何でも売ったら盛り上がるよね。立ち見販売するとかしないとか、するんじゃないの？立ち見は前から完売したら出そうって言ってたし。何席って言ってたっけ？さっき放送でも言ってたよね。50席出すとか言ってなかった。ただ当日立ち見じゃなくて前売りだって言ってたから、もう最後のチャンスは立ち見席だね。50席もう争奪戦だと思うよ。値段はいくらか分かんないけど、まあ5000円ぐらいになるんじゃないの？ 5000 円か5000円以下か。席に座って見らなくても会場狭いからまあ見れると思うんだよね、立ち見でも。 ただ当日販売はしないって言ってたから、便所さんの放送をもう絶対見逃せないような状況だよね。あとはもうキャンセル待ちが出るのを待つとか、そういうレベルだから、確率はどんどん低くなっていくよ。そうそう。だからみんなにもう絶対日付変わった瞬間に買うようにお勧めしてたんだけど。まさか売れるとは思ってなかったんでしょ？俺は絶対売れると思ってたんだよ。大阪ではやらないんじゃない？やっぱり東京の方が人口多いし、大阪でやるっていうのはもう確実に勝てるっていう見込みがないとね、チケットが売れるっていう見込みがないとできないよ、やっぱり。だから、やっぱ足運んでもらうしかないよね。すごい遠くから来る人もいっぱいいるから、今回。地方から来る人いっぱいいるもん、この試合見たくて。マジか。達彦さん絶対来てね。すげえな、それ。やば。チームスモーカー。テッドさんいらっしゃい。いや、走ってないから不安だよ、本当に。もう何日休んでるかな？ 3 日休んでんのかな？今日から練習再開しようかな。和道さんとドルさんの試合見ないといけない。いや、絶対見てほしいんだけど。じゃないとさ、スパーリングね、何回もやってるしさ、達彦さんのおかげでさ、やっとここまで来れたっていうのは、俺はあるから。
いやっすよ、来てもらえないと。あ、でもね、たくみさんとレクチはチケット取れたって言ってたね。和道リスナーは取れた人多いっすね。イケボ？いや、そんなことないよ、全然。和道とは万人凸で会うわ。あ、ぜひぜひ、ブハさん、よろしく。1万人リア凸やるんで。1万人リア凸するまで家に帰れないっていう企画ね。ここにいる全員と会わなきゃ絶対無理ですよ。みんなに会いに行くから。家の近くまで来たら、みんな最寄りの駅来て。みんなで会って、最後1万人凸して、感動しよう。部屋片さないとな。和道やどれを舐めてる便所太郎に腹が立つ。いや、全然腹立たなくていいじゃん。閲覧持ってないんだから。それさ、俺が1万人とかだったら絶対に、放送しないなんてならないから。でしょ？俺が閲覧持ってないのがしょうがないんだから。そこはね、言いづらい部分あるよ。まあ言わせてもらったけど。ねえ、お願いしますって。目立ちたいっすって。でもね、結構俺の試合とか、ドレさんの試合楽しみにしてる人多いはずなんだよね。手前味噌で、あ、ごめんごめん。手前味噌で申し訳ないけど、結構ね、イベントには貢献できてるんじゃないかなと思うんだけどね。マッチメーカーなら誰をメインにしますか？あ、俺が工業主だったら？俺が工業主だったらメインマッチ？誰だろうな。考えたこともないけど、誰だろう。いや、誰が出るかによるから、それ、自分の理想のカードじゃないんだよ。自分の周りに誰がいて、誰が出てくれてっていう、バランスだと思ってるから、誰だろう、俺の周りで出てくれそうな人？ロハコバーサスサメ島とか。ロハコさんバーサスサメ島さんとか。ロハコ事件の因縁の対決とか。わかんないけど。そんな感じに持ってくんだよ。できるかどうかはわかんないけど。ここは僕ん家だぞっつって。いや、鮫島さん、すごいとっぽい感ね。なかなかケンカっぱや。クロレラいらっしゃい。久しぶり。ちょっとお茶取ってくるね。
はい、ただいま。あれ面白かったよね、韓国料理のおばちゃんね。バッチバチ揉めてたもんね。ワンタロウだ、ワタツ、いらっしゃい。うん、緑 VS ユーユーとか。え、次の日曜日の練習も辰彦さん来てもらえるんすか？最後の練習も。あ、了解です。ちょっと怖いんだよな。多分あの今まで手抜いてくれてたけど、ラストはねちょっとね、あのやってくるんじゃないかなと思って、絶対やってくると思う。2ラウンド目のあのジャブのキレやばかったからな。まあでもね、最後の練習だし期間あるから本気でぶつかれる最後のチャンスだなと思ってて。タイガーが一番強い。あの辰彦さんが弱いとかそういう話じゃなくて、あの下手したらドルさんより強い。多分あのなんつうの、総合ルールでやったらタイガーが一番強いのはあのドルさんも分かってるはず。体格もすごいし、体幹もすごいし、あと喧嘩の場数慣れてるから、あのドルさんより多分強いと思うよ、タイガーは。ドルさんが弱いとかそういう話じゃないから、あの手合わせたら分かるよやっぱり。テクニックはもちろんドルさんが抜群ね、あのとんでもなくレベルが段違いだけど、花山薫、そう、僕も花山薫のイメージ。そう、タイガーはもうあの強いっていう、とにかく強い。あの殺されちゃうレベルで本気でやったら。だから優しいからね、あの絶対そういうことしないけど。あ、ベトタロさんいらっしゃい、粋な計らいありがとうございます、頑張ります。うん、次の日曜日もう一回あの最終試合なんで、あの頑張ります。大好きだよ便所さん、大好きだよ。いやでもすごいと思うよ、あの300席完売ってなかなかないからね。あのよっぽどの腕持ったプロモーターじゃないとできないよ。いやまあほら、あの考えるって言ってくれてるから大丈夫だと思うよ。あの案が一番いいと思うけどね、その試合の1ラウンドとかで、あの石川紀之さんの顔がアップになって実況だけになるっていうのは。あ、すいません。すいません、すいません、申し訳ないです、すいません。はい、すいません、申し訳ないです。はい。それはもうグーの音も出ません、本当に申し訳ないです。寝坊したんで昨日の記者会見。うなちゃんマンの声前で便所太郎さんに、このうなちゃんマンの前だと違うからこうなるから。おい、いやまあ、いやお前便所よ、嫌いじゃねえけどよな、ベルゲってこうなる。初見さんいらっしゃい。ぽかったでしょ、ちゃんマンでしょこれ完全に。前日カラオケで張り切って寝落ち。もうかっこ悪すぎるよね。遠足前ではしゃぎすぎたんだよ。そう、ゲルゲに一旦渡すんだ。クッションでゲルゲが部長入るから。悪くない。難しいっすよね、でも。多分ね、スポンサーさんからの
石みたいなものとのクッションがすごい大変だと思うんだよ。要はなんか配信上だと便所太郎さんに全権限があるのはもちろんなんだけど、そう見えるじゃん。だけど便所太郎さんは権限持ってるとしてもあのお金出してる人とそのなんつうのバックにいるプロモーターみたいな人が絶対いるから、その人たちと俺らの意見、要はねもう4つぐらいに囲まれてんだよ便所さんって。決定権持ってるけどプロモータースポンサーがいる、で選手がいる、リスナーがいる。で今回は選手とリスナーがこうしてくれって言うけど、いやプロモーターからしたらいやもっと盛り上げないとみたいなのがあって、だからね便所さん個人の気持ちで言ってないっていうのはね理解しないとダメだと思うよ。そう、便所さんだって配信者なんだから本当はみんなに答えたいっていうのはあるけど、お金もらってる興行主だから今回は、そこをねなんかあの間違えたらダメだなと思ってる。ちょっと俺がねそれをねうまく最初にもっと伝えるべきだったと思うんだけど、あの便所さんがね本当にすごいことやってる、もう結構すごいことやってるっていうのはねあのないとダメ。配信のただの企画じゃないからこれは。あ、塩田だわ、ありがとうね、お話上手って。もし面白いなと思ったり興味湧いたらフォローしてもらえると嬉しいです。四面楚歌っていうか、そうそうそう、自分の都合だけで動いてないから便所さんは、そこみんな勘違いしないこと。そう、便所さん個人の気持ちだけじゃないっていう。うん、ニコ生で有料とかやるわけないじゃんそうそうそう、大金が動いてるから慎重になるんだよ。そうだ、チケット売れた瞬間ね、まだまだストレスがある。いやまあ一段落はしてると思うけど、才能だよこれは。これ便所さんじゃなかったらできなかったよ。要はあのなんつうの、取り巻きにいる人たちの凄さとか人脈の凄さが便所さんの売りだから、じゃないできなかったと思う。新しいフォロワーさん、塩田直さんフォローありがとう。スポンサープロデューサーリスナーに挟まれてフラストレーションで人を殺したい気持ちが続いてます。ですよね、うん、ですよね、うん、ねえ、あの記者会見に遅刻してくるやつはいるしさそう、でも言いたいけどそれを言わないじゃん、顔にも出さないし、うん、言いたいけど言わないでしょ。だから便所さんはね多分ね試合中にポンスケを殴り殺すんじゃないかっていう、うんうん、試合中でね、あ言ってるの、あ当日まで殺人与えてください。そうだよね、死んでも文句言えない契約書交わしてるからね、うん、スポーツだからね、あくまで事故だから事故で死んだよ。なんか最近ふわっち流れや変わってきたよね。お色気配信者すごい増えてて嫌なんだけど、なんなのこのお色気配信者、なんでこんなお色気が増えてんの。そうっすね、あの殺人っていうかまあスポーツで大会なんだよ。うん、次回の大会開催願いますね。いやーどうだろうね、もうあれじゃん、1年2年はやりたくねえって思うはずだよ。でもあれじゃん、またやりてえなってなるんじゃん。うん、だからそれは便所太郎さんの気持ちだから、うん、でもさ今回の大会に見えたことって俺いっぱいあると思ってて、あれだよ、トーナメント制にするとかもありだと思うよ。要はあの選手を決めるのをトーナメント、要はシード枠みたいなのは決めるじゃん大手の配信者で。で地方大会とかやればいいんじゃないの、軽いイベントで、うん、それでもいいじゃん。なんかどんな参加者、要は家族配信者でも何でも2人だけ出場できますよっていう枠作ったりとかして、なんかその配信回しながら地方大会とかやったりしたら面白いんじゃないの、わかんないけど。テロップのやりたい放題って何何の話、やりたい放題って、うん、あざとい配信者増えてくるのはニコ生もツイキャスもだから、ある意味仕方ないかもね。うーん、でもあれだよ俺らみたいな配信者はさ、やっぱりそのどっかで一発逆転狙ってるわけだからさ、やっぱ映りてえっていうのはあるよ、映りてえっすっていう。だってね、そのためにさ練習してるしさ、そのためにさあの命かけて戦うわけだから、うん、売名させてくださいって感じだよ。命は差し出すんで売名させてくださいっていう。
お色気テロップね。うん。おっぱいとかね、多いもんね、最近。AV 女優がなんだかんだとかね。うん。お色気が多くなってきたし、釣りサムネも多くなってきて。なんか FC2 っぽくて嫌なんだよね。FC2 から流れてきてんだろうね、多分。でも全然稼げてないけどね。イベントの継続性考えるとただ単にトーキングバトルの方が長続きしそう。どうだろうね。うん。立ち見入れて350か。超満員か。すげえな。すげえな。350人の前で殴り合うのかよ。俺聞いたもん。試合会場立ったことないからどんな感覚ですかって聞いたもん。ただ、観客は気にならないよとは言ってた。スポットライトがバーって明るくなって、観客席は真っ暗になるから、顔は見えないんだって。だから、見えるのはもうレフェリーと選手だけ。もう本当に光の中で戦うんだって。すごいよね。で、歓声だけはすごいってもう。要は、真っ暗なところから音がバンバン飛んでくんだって。何言ってるかわかんないような。ヤジだか罵声だか歓声だかわかんないのがガーってくるんだって。で、もう光の中で戦い続けんだって、その、もう音の中で。すごい感覚だろうね。いやー、貴重な体験だよ、これは。一生に一回あるかないかでしょう。うん。アドレナリン出まくるよね。興奮するでしょう。ねえ、会場に来てその空気を味わうことも観客として大事だけど、リングに立てるっていうのはほんの一握りの人間じゃん。興奮するだよね。楽しみだよ。お、こんな時間か。もうあと5分ぐらいで放送終わります。もうあと5分ぐらいです。どうなるかね。武者震いはしてるよ。やっぱり、辰彦さんと殴り合った時も震えが止まらないし。俺のセコンドはだから、ロハコさん。やばいよね、多分。武者震いっていうか、女の人はね、多分わかんない感覚だと思うけど、アドレナリンが過剰に出ると、体とか目が震えて、言葉がね、ブル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 するの。あれって、みんなビビってると思ってるけど、違うんだよ。男の子は喧嘩したことあるとわかると思うけど、わかるでしょ？手ブルブル震えてさ、言葉が、追いつかなくなるっていうか、どもるっていうの。カタ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 って。うん。そう。うん、しおたんだよ。ありがとね。フォローしてくれてね。そう。でも、とにかく、なんつうんだろう。殴られても気持ちいいのよ。殴られても気持ちいいの。うん、女は動機じゃないかんな。うん。ロハコさん、ドレさん、絶対絡むよ、楽屋で。体は冷たくなるんですよね。そう。ロハコさんだよ。うん。ちょっと待ってろ、ワドさん。今、ワドさんにすごい力が出てくるから。って、応援してくれるから。ドレさんの体3つタイプですね。とってもタイプなんで、ワトさん後で紹介してください。つって。はい、ワトツイチか。うん。すごい試合だよ。青山くんっていうのは、チンコでかそうですね。後で食べちゃおうかね。つって。うん、多分そういう試合展開になると思う。うん、ロハコさんからしたらもうハッスル祭りだからね。チンコがいっぱいあるから。ロハコさん、下ネタ最近きついかんな。ゲイキャラ確立してきてるからな。いや、絶対言うと思うよ。もう予想つくもん。いや、ロハコさんの方がでかいよ。身長。ただね、ちょっとね、水の補給とかちゃんとやってくれんのかなっていう心配があるけど。
インターバルの時どのコンディション整えてんだよってこともあり得るのか。そうだよ。下半身のコンディション絶好調だから。そうだね、ワン太郎だね。万人突西から攻めてくんない。ああ、それはできない。もう北海道からやるって決めてるから。っていうのも西を大事にしてるんですよ、僕。西の滞在期間増やすっていうのと、あと北海道の滞在期間増える。なんでかっていうと、この旅の終わり沖縄で終わろうと思ってるんですよ。僕の、血の繋がったじいちゃんの墓が沖縄にあって、そこで一本交わして終わるっていうエンディングにしようと思ってるんで、西は最後の方ですね。うん、水分補給口移して面白いね。それ、採用で。和田さん、今とっても可愛いキスしますね。つって。僕の口に含んだ水で補給しましょう。つって。ナンクルナイサーだよ。ナンクルナイサー。ナンクルナイサーとでもやるんだよっていう、ね。そう。何やってんだろう、俺。なんでこんなことやってんだろう、俺。って。でもやるんだよって。それがね、俺のやり方だから。でもやるんだよ。ナンクルナイサー。ああ。鼻がすごい。じゃあ僕は仕事に行ってきます。9時半なので。皆さんお疲れ様です。朝から100名超えありがとうございました。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。